皆さんこんにちは。今日は特定技能外食業の試験をしてみましょう。試験問題を読んで、質問の選択の中から答えを一つ選んで、列紙のマークシートに答えとなる番号のところを塗りつぶしなさい。問題33。問題32で示された衛生面での課題を解決する方法として、次の中から最も適切なものを一つ選びなさい。1、両親に相談します。2、銀行でお金を借ります。3、ゴエストドライキッチンを徹底します。手から30分後OK。では答えるはどれですか？考えてください。ではこちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。